の電キャンを始めます。キャンは水素チャンネルということで、じゃーん、水素の作り方のパート2、石炭から作る水素、それから副生物の水素についてお伝えしたいと思います。イエーイ、水素。はい、ということでですね、軽くね、飛んでっちゃいそうなね感じなんですね。はい、水素ね、飛んでっちゃいますからね。ということでですね、前回水素の作り方ということで、化石燃料から作る水素ということでですね、主にですね、はい、天然ガス、液化天然ガスの LNG とかね、LPG とか、まあそういったところからね、作るね、はい、LNG の主成分であるメタンからね、作られている水素ということについてね、お伝えしました。はい。で、これはですね、どういうものかというと、水蒸気検出といってですね、メタンと水蒸気、高温で発生させるんです。反応させるんです。そうするとですね、水素と一酸化炭素ができると。で、さらにその一酸化炭素をまたさらに水蒸気とね、反応させるとですね、今度水素と二酸化炭素ができますよっていうようなね、そんな反応でした。でね、これね、エネファームとかでもね、使われてるんですよ。エネファームとかね、はい、ガス会社さんがね、よくね、エネファーム販売してると思うんですけど、そこにですね、はい、LPG とかっていうのを引いてきて、その主成分のメタンであるもの。で、はい、高温でね、はい、しっかりと、これ、作るんですね、水素。で、水素で発電をするっていうことになるんで、で、その時出る熱でですね、お湯なんかも作ったりっていうのがエネファームなんですけど、今日は化石燃料の中でもですね、石炭ですね。はい。から作るもの。それからですね、水素って実はですね、はい。いろいろ複製されてるんですね。副産物として出ることもあります。またね、製油所というところでね、結構作られてるんですよ。なんでだと思うんですけど、まあそういったところについてね、解説していきたいと思います。はい。ということでですね、石炭っていうのはですね、実は日本にもあるんですね。で、なぜかというと、日本森林がね、はい、豊かですよね。で、オーストラリアなんかにはね、たくさん石炭あるんですけれども、石炭っていうのはそもそもがですね、はい、バーベキューする方、炭使いますね。はい、あれ何かというと木なんですよ。はい、木が、昔からある木がですね、土の中でですね、圧力と熱を受けて出来上がったものが石炭なんですね。樹木なんです。はい、ということで大体ね、2億8000万のから4000万年前の樹木と言われてるんですね。が、もう土の中でですね、圧縮されたりね、微生物の影響を受けたりしてですね、出来上がったもの、これが石炭なんですね。はい、ということで、樹木ですから炭素だったり水素、酸素、いろんなものがね、含まれているんですね。はい、いろんな原子で成り立っています。で、これをね、高温で、ガスにして水素を作ることができるんですね。まあ、つまりこれ分解するんですね。はい。で、石炭はですね、なんと世界にはまだね、150年分ぐらいの埋蔵量があると言われております。ということで、昨今ですね、はい、石油、天然ガスというものはね、若干取り合い目になっておりまして、まあ、石油に関してはね、ちょっとね、アラブの国がですね、減産したりとかわかんないですけど、まあ、天然ガスに関しては今需要非常に多いですね。はい、脱炭素ということもあり。なので、石油よりもですね、価格が安定しております、石炭というものは。はい。なので、まだですね、まあ、つなぎのために石炭使っていこうっていうのもね、全然あり得るんじゃないかなというところになります。はい。じゃあ、石炭をですね、どうやって水素作るかっていうところなんですけれど、これね、まずね、粉にして、石炭を粉にするんですよ。で、400度以上の高温、ここポイント。はい。高温を与えるとですね、これ分解します。で、分解して、これどうなるかっていうと、H2、はい、CO、CO2、CH4。はい。これね、こんな風に書きましたけれども、ま、水素なり、一酸化炭素、二酸化炭素、それからメタンなんかにね、分解されるんですね。いろんなものになります。はい。で、この時点でもね、まあ、すでに水素できてますね。一酸化炭素、二酸化炭素もできてます。だか
メタンなんかもねできております。けれども、はい、最後にね、主にねこれ分解していくと炭素からなるですね、チャーチャーっていう物質になるんですね。かわいいですね。はい、でこのね残り物にさらに酸素を加えて部分酸化させるんですね。このチャーにですね、はい、酸素加えて酸化させますと。そうするとですね、これ何が起こるかっていうと、はい、一酸化炭素と水素が出来上がるんですね。はい。で、一酸化炭素と水素の組み合わせ、覚えてますか？前回の水素チャンネルのね、はい、LNG、メタンからですね、作るとき、これ水蒸気回数って言うんですけれども、まあ、高温の水蒸気とメタン反応させると、はい、酸素とですね、あ、酸素じゃない、水素と一酸化炭素できました。で、その後さらにですね、生成するために、はい、水素、一酸化炭素をね、水素と二酸化炭素に変えるんですよ。で、その時にも水蒸気高温で当てるんですけど、これシフト反応って言います。なんで、さらにですね、一酸化炭素と水素のとこに水蒸気高温で当てるシフト反応を行うんですね。そうすると、二酸化炭素と水素になるっていうことになるんですね。はい。ですから、これ石炭を粉にしてね、まあ、じゃあ水素で使ったりとか。で、またこの一酸化炭素に対しては、これね、はい、水蒸気発、反応させてね、シフト反応を行ったり、まあ、メタンはメタンで使えますしね、とか、まあ、いろんな感じになってくるわけですね。で、CO2 に関しては温室効果ガスですから、まあ、そのまま今までは出してたけれども、はい、これをですね、まあ、貯蔵して、貯めておく、別に分けて大気に出さないとかっていうようなことをしていると、まあ、環境に、害がないんじゃないかっていうような取り組み、今も行われているわけですね。はい。ということで、まあ、こんな風にして、まあ、生成して、水素と二酸化炭素になっていくわけですね。はい。で、水素はですね、地球に優しいということで、まあ、最終的にですね、CO2 が出ませんので、温暖化に対してはね、地球に優しいと言われています。あとね、水素、まあ、貯蔵することで、はい、水素と、はい、水蒸気、空気ですね。水素と空気、はい。を反応させることで水と電気ができるっていうねことで、はい、大きな蓄電池としても期待されてるんですね。まず水素のね、はい、水の電気分解についてもね、はい、後でやりますけれどもね、後々、はい、その水素作るのに二酸化炭素がね一応出ちゃうんです。やっぱ石炭から作ってて分解するわけですから、元に炭素入ってますから二酸化炭素出るんですよ。なので、二酸化炭素をですね、はい、地中に貯蔵するっていうようなことっていうのが行われてます。それがね、まあ、CCS とか言われてるんですね。で、この、石炭から作る水素なんかもね、グレー水素言われてますけれども、そういった CCA を行って、二酸化炭素をね、はい、貯蔵しているようなものはね、ブルー水素とかって言われるんですね。はい。というような感じになります。で、石炭よりもですね、今はですね、天然ガスとか石油からね、多く作られているんですけれども、まあ、石炭に関しては主に火力発電所。まあ、今ね、はい、脱炭素ということでね、石炭火力結構多く止められておりますけれども、はい。まあね、石炭、まあ、有効活用ね、していくといいかなというふうには思います。はい。ではですね、石炭でできたものもあるんですが、結構ね、副産物としてできていた。まあ、副産物としてではなくて、製油所なんかはですね、副産物としてもできるんですけど、それだけでは足りませんので、水素ね、作ってたりしたんですね。で、使う理由があるんですよ。はい。これね、前回もやったんですけどね、この油を使うときですね、軽油とかね、まあ、そういうのを使うとき、ナフサとかもね、はい。硫黄分っていうのが入ってるんです。で、硫黄分これね、燃やすとまあ酸化しますね。で、O とくっつきます。硫黄って S ですね。酸素は O ですね。で、S とくっついてね、SOX っていうものになるんですけれども、それがね、温室効果ガスなんですよ、とっても。なんで、これね、温室効果係数が高いんです。二酸化炭素より高いんです。ですからね、それをね、出さないようにするっていうことで、硫黄分の除去に水素は使われていたんですね、結構前から。ですからね、これね、作ってたんです。で、まずね、製油所。製油所っていうのは、まあ、原油とかをね、ガソリン、灯油、軽油に変える場所なんですけれども、はい。このね、
製油所で、はい、副産物としてね、まずね、できていたんですね。で、それね、何かと言いますと、このガソリンをね、はい、軽油をですね、はい、生成、ガソリンを作るときに、はい、このね、オクタン化っていうものを高める過程で水素が発生してたんですね。はい、これ複製品です。なのでこのオクタン化高めようとすると水素が出てきてたんですね。なんかそれを使ってた養分の除去。まあでもこれは水素を作るためじゃないんで足りないんですね。ですから足りない分については前回やったようにね、はい、メタン成分っていうのから水蒸気加湿、水蒸気高温で当てまして水素を作るっていう方法をやってたんです。で、このオクタン化何かって言いますと、これね、皆さんね、知ってますかね、廃屋とかね、ありますよね。レギュラーとか。で、オクタン化っていうのはですね、これは、要は燃えづらさのことなんですね。着火しにくさ。ということで、これ、オクタン化が、高い方が、まあ、安全なんですね。はい。ということで、レギュラー、普通のレギュラー満タンってオクタン化っていうのは89以上と決められてるんですね。で、オクタン化が96以上のものは廃屋。なんで廃屋の方が高いですね。オクタン化が高い方がコストも高いんですね。はい。まあ安全性のためということなんですかね。はい。ということで、まあこのオクタン化高める過程で水素が出ますと。はい。で、当然、この養分除去するに足りませんから、はい、で作っているんですね。はい、ということになります。で、養分除去にたとえ使わなかったとしても一応余裕を持ってね、水素作ってるんですよ。ですからね、このね、製油所がですね、フル稼働して水素を作れるようになればですね、これ、日本全国の製油所合計しますとですね、なんと燃料自動車500万台分の需要をですね、賄うことができるような量が作れるんですね。ですから水素作るポテンシャルは一応あるんですよ。はい。ただね、今ね、現状の問題としてですね、余った再エネで水素作ろうっていうようなね、まあ、そういう問題、蓄電池的なね、活用を求められてるんです。だって、水素作ってね、それをね、また貯めて電気、電気分解の逆をして、ね、電気作るっていう方が効率悪くて、だったら火力発電使う方が効率いいじゃんっていう方がありますからね。ですから、あくまでね、これはね、従来の水素の作り方ということなんですね。はい。あとはですね、これソーダ工場。これ意外だったんですけど、まあソーダ売ってますよね。はい。ハイボールとか飲まれる方ね、ソーダ買うと思います。で、そのソーダ工場っていうのはですね、ソーダ作るときにですね、これ食塩水の電気分解を行うみたいです。そうすると、塩素と水酸化ナトリウムっていうのができるんですね。その時の副生物として水素ができるみたいなんですね。ということで、まあ、ソーダ工場でも水素はできるんですね。はい。あとはですね、はい、製鉄所のコークスを作るときに、コークス炉に、はい、石炭を蒸し焼きにしてですね、コークスを製造するときに発生するガス。ということで、はい、コークス作るときにも石炭をね、一緒に焼くんですけど、そのときに発生するガスにも、はい、水素が含まれているんですね。ということで、意外と副産物としても水素が作られているということがわかります。はい。ということで、これがね、従来の水素の作り方なんですけれどもね、これからですね、はい。基本的にはね、再エネ、縮小制御、太陽光ってね、昼間しか発電しないですから、まあこういうね、今の季節みたいにね、暖かくて冷房とかも使わないっていう時にね、昼間の太陽光余っちゃうんです。ただね、それね、蓄電池だけじゃとっても足りなくて、それを、じゃあ電気を、その余った電気を使って、水の電気分解をして水素にしよう。水素を貯めとこう。で、水素はですね、なんとですね、ちゃんと保管すれば季節の間でも保存できるんですね。蓄電池とかだとね、まあ、せいぜい1週間とかね、まあ、そんなもんかもしれないんですけれども。ということでですね、その水素を貯めといて、足りない時期、真夏とか、まあ、冬に使おうみたいなね、大型蓄電池のね、はい。役目で使われることを期待されてますので、基本はね、再生可能エネルギーでね、
はい、電気分解して作りたいっていうような感じなんです。ということでですね、それをグリーン水素と言うんですけど、まあそれについてはですね、はい、次回またやっていきたいと思います。はい、楽しみでしょう。はい、ただ今日はここまで。ということで、今日は石炭からと複生物の水素の作り方についてお伝えしました。今日の電気予報にします。皆さん今日もいってらっしゃい。グリーン水素気になるでしょー。